皆さんこんにちは。大変申し訳ないのですが、また風邪をひいてしまい、今回もお聞き苦しい声で収録していることをご容赦ください。ただ今回の動画のテーマは、体調不良でそんなに頭が回らない中でも簡単に理解できる、このチャンネルでもたびたびご紹介しているインデックスによる銘柄変更、機関投資家が売買を行うことによって特定の銘柄に需給が発生するというイベントです。これが7月末を手始めに8月、9月と続いていきますので、まず第1弾、需給の歪みをご紹介したいと思います。今回はインデックスのイベント、10月にかけてのスケジュール感と、直近のものですね、7月末、8月にかけてのインデックスの入れ替えで、大きな需給が発生して株価が歪みやすい銘柄というのを3つの指数でそれぞれご紹介していきたいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。それでは早速まず一つ目の指数ですね、トピックスの入れ替え。こちらは7月の末、具体的に機関投資家の需給が発生するのは7月の28日です。簡単にトピックスという指数の銘柄入れ替えロジックをご紹介しますと、こちら矢印1年間、1月から12月までをイメージしていただくと、基本的にトピックスの銘柄入れ替え及び各銘柄の構成株数の変更というのは毎月月末に行われています。年間ですと12回ですね。各月の月末に行われてはいるんですが、四半期ごとに大きな見直しというのが行われます。それが行われるのが1月、4月、7月、10月となっています。ということで今回は7月末に当たるので比較的大きな銘柄の売買が行われる予定です。これに伴う各銘柄のインパクト、計測して大きいものをご紹介しようというお話ですね。またトピックスの特徴としては ETF や機関投資家、GPF をはじめとする年金及び金融機関の運用、これにおける日本株のエクスポージャーを取る際にはトピックスを採用することが多くなっています。それでは今回7月末に新たにトピックスに採用される新規の銘柄をまずはご紹介します。ご覧いただいている表は大きく3つに分かれていますけれども、左側が銘柄の特徴、コードや名称、トピックス内の時価総額の順位、そして収録時直近の株価。真ん中のブロックには増減率、7月末を境に構成株数がどれくらい増えたか減ったか、その比率をもとに世界中のトピックスを基準として運用しているファンドから各銘柄にどれくらいの想定取引額が発生するか、100万円単位の金額で表しています。そしてその一つ横は想定される売買株数、さらに一番右側のブロックに関しては各銘柄の1日あたりの平均出来高、これをもって想定の売買株数を割ることでインパクトの大きさ、何日分の取引に値するイベントなのかというのを一番右側の列で表しています。そしてこちらの列で今並べ替えを行っているという星マークを示しております。そうすると今ご覧いただいているのは新規の3銘柄、コンフィデンス、ライフドリンクカンパニー、エニーカラーと並んでいますけれども、トピックスに構成された時の順位をご覧いただきますと、順番としては小型のものから並んでいます。一番下のエニーカラーに関しては1日の平均出来高が200万株を超える水準の銘柄ですが、それに対して想定の売買株数は70万株と、トピックスの新規銘柄というイベントによるインパクトはほとんどないというような数値になっています。そして新規に限らず構成銘柄全体で7月末の取引をインパクト日数順に並べると、こちら結局新規採用のコンフィデンスがインパクトの日数 6.5 日分の取引ということで、今月末はこれが最大のインパクトが発生する銘柄となっています。小型銘柄に対する6日分のインパクトというのは一見大きそうに見えますけれども、これぐらいだと証券会社は簡単に集めてくるということで、あまり歪みが大きく発生しそうな買い方向の銘柄は見当たらなさそうです。ランキングの中もほとんど小型株で、最も大きな銘柄ですとこちらの108位に入っている日本ペイントホールディングス、リストの中ではこちらの銘柄が7月末に買い需要が高まって上に歪められるかというのが注目になってくるでしょうか。今度は逆に売りの方向になる銘柄でインパクトが大きいものを並べますとこちらのリストになります。インパクトの日数換算をすると14日分前後の銘柄が並んでいますけれども、トピックスの順位をご覧いただきますと、売り方向のインパクトは上位すべてが小型株、そして増減率のところをご覧いただきますと、一つの銘柄を除いてすべて 13.8%、 この分だけ構成株数が削られています。こちらは実は特殊なイベントでして、半年ほど前にご紹介した東証の再編、市場区分の変更に伴うトピックス採用銘柄の見直しということで、ゆくゆくトピックスから除外される銘柄たちを
分割して少しずつ減らしていっている作業の途中段階ということですね。ということで今ご覧いただいた銘柄に限らず小型株は多くの銘柄がトピックスから除外される途中段階というわけですが、簡単にどういうロジックで進んでいるかご紹介しますと、ちょうど2年前の段階で時価総額が100億円以上なかった銘柄に関して昨年の10月に改善の状況を確認した後、段階的ウェイト低減銘柄として指定された小型株はトピックスから除外されるものとして、先ほど申し上げた大きめの調整が行われる四半期ごとに10段階でトピックス組み入れ比率を低減していくという作業が現在進行形で行われています。ということで先ほどのリストに入っていた銘柄たち 13% の減少率になっていた小型株たちというのはこちらに該当する銘柄なんですけれども、注目していただきたいのはこの部分、2023年の10月に再評価が行われます。時価総額が100億円を超えて売買代金回転率が 0.2 回転以上になった場合はトピックスからの組み入れ除外というのを取りやめてもらえるということで、組み入れ比率を低減前に戻していくという作業が行われます。ですので今回7月末以降ですね、先ほどご覧いただいた段階的ウェイト低減銘柄に該当する小型株の中でやっぱりトピックスに残しますよという銘柄というのを探していくと、再び機関投資家が買いを入れてくることになるので上昇が期待できるというわけです。この話を10月に入ってからご紹介しても手遅れですので、一つ前の四半期で後々この分析を行うよという予告を差し上げた次第です。昨年10月の判定から日本株かなり時価総額上がっていますので、この取りやめに該当する小型株がどれくらい上がってくるか楽しみですね。それでは2つ目の指数 MSCI の入れ替えについて、このチャンネルではトピックスや日経平均の入れ替えについて過去何度かご紹介しましたけれども、MSCI について触れるのは珍しいかと思います。簡単に概要をご紹介しますと、2、5、8、11月の年4回の入れ替えとなります。それ以外の月は MSCI のイベントは発生しません。そしてなぜこれを取り上げたかと言いますと、外国人の投資家が日本株に投資する際に基準とすることが多い指数、そして今年に入って日本株を押し上げている主な要因というのが外国人投資家の買いというのが話題になっているからです。銘柄数約250ですが、上から時価総額基準に構成銘柄を決めますので、本当に大型株の250銘柄程度が選ばれているという形ですね。そしてこちらのイベントが発生する具体的な日にちですけれども、銘柄の入れ替えに対して発表されるのが8月の10日、こちら海外の時間ですので、日本の方は11日朝に起きたらわかるという日取りです。そして実際に売買が発生するのは8月の最終営業日となります。MSCI の銘柄選別のイメージを簡単な図でご紹介しますと、上から単純に250銘柄ぐらい時価総額大きいものを選んでくるというわけではなく、例えば上から今構成されている銘柄をランキングでずらっと並べます。そして今は採用されていない銘柄を時価総額順番に並べると、当然前回の入れ替えから株価の変動というのがありますので、未採用の銘柄の中でも今構成されている下位の銘柄たちより時価総額が大きいものというのが存在してきます。時価総額の順位を前回の入れ替えから抜かしてきた銘柄たちですね。ただその順位を抜かしたからといって即採用となるわけではなく、この順位が入りくりになっている十数銘柄の範囲でバッファーが設けられており、現構成銘柄でここに入ってきているランキング下位の銘柄たちは次回までに順位が上に上がっていければ除外を免れるという形ですので、経過措置およびこのレンジ逸脱して時価総額が下がっている銘柄に関しては除外、そして逆にこのバッファーを超えてですね、時価総額が上昇している銘柄を新規採用という形になります。そして今回の入れ替えに関してこのバッファーに該当する上限が6000億円、下限が4000億円程度の時価総額となっています。また銘柄の数に関しては除外と新規採用を一致させる必要はなく、どちらか片方に留まることもあります。ということで今回 MSCI の8月入れ替えで採用が有力視されそうな銘柄ランキングを上から順番に並べますと、こちら左から順番に時価総額と売買の想定額、そして推計の株数、平均出来高で発生する推計株数を割ることでインパクトの日数を換算しています。そして今ご覧いただいた通り時価総額順に並び替えを行いますと、
未採用銘柄の中では一番上ゼンショーホールディングスが7500億円程度の時価総額で採用が有力視されます。そしてインパクトの日数は 7.85 日と、一つ目にご覧いただいたトピックスのどの銘柄よりも大きなインパクトが発生しそうで、かつ大型株ということで非常に注目されます。2番手のスクリーンホールディングスに関しては少し時価総額足りないということで、今回の8月ではなく次回の11月以降が注目になってくるでしょうか。続いて今回8月の MSCI ジャパンの入れ替えで除外されそうな銘柄たち、今は構成されている銘柄の中でも時価総額が小さくなってしまっている銘柄を順番に並べますと、こちらすでに前回の段階で経過措置に入っている銘柄も含めて除外が有力視されているのは上から8銘柄、色が変わっているブラザー工業のところがボーダーとなっています。そして売却のインパクトを日数換算すると有力視されている中では上から2番目の日清製粉グループ、3番目の日本外資、そしてボーダー近辺ですが、もし除外となると大きな影響が出そうなのが京王電鉄や王子ホールディングスとなっています。ここより下の銘柄たちというのは時価総額そこまでまだ抵触するラインではないということで、あまり有力視されていないですけれども、次回以降も株価が下がって時価総額のランクが相対的に下がってしまわないかというのが懸念されるような銘柄たちです。さて最後に3番目、日経平均の入れ替えについて、こちらは少し先ですけれども9月末の実施日となります。ただこの日経平均の入れ替えというのはご紹介する中でも一番人気のものかと思います。皆さんも気にされている方が多いかと思いますが、3月末と9月末に年2回入れ替えを実施します。そしてここまでご紹介した指数とは違って銘柄数は225銘柄限定、毎回の入れ替えでは最大3銘柄を入れ替えます。さらに銘柄の選択方法については時価総額順などは関係なく、日経新聞社が恣意的に選ぶ大企業という銘柄を予想するには非常にギャンブル要素が伴う、ご覧の方の中には一番ワクワクする入れ替えではないでしょうか。具体的なスケジュールに関しては9月上旬に発表されて9月の最終営業日に機関投資家が取引をしてくるという形です。日経新聞社が恣意的に銘柄を選ぶと言いましたけれども、一応2つの観点から銘柄は選ばれています。一つは流動性のスコア、そしてもう一つが業種、ただし日経新聞社が定義する6つの業種です。日本株の中で流動性を上位から450位までランキングつけた時に6つの業種でそれぞれ集計をすると各業種に銘柄数が割り振られる、合計450となりますので、それを2で割った銘柄数が各業種の理想の銘柄数というふうに定義しています。これをもとに現在の225銘柄、業種ごとに株速を計算すると、今足元の段階で最も不足している業種というのは消費、25銘柄以上足りていないという状況、そして銘柄数が最も超過しているのが素材という業種、10銘柄超過しています。ですので今回の銘柄入れ替えで最も採用されそうな業種というのは消費、そしてこの中で流動性のスコアが高い銘柄というのが最有力なわけです。逆に除外の候補に関しては素材が一番多いですけれども、消費以外の5業種に関してはどれも除外に当てはまっておかしくないという状況ですね。ただ皆さんもご存知の通り最大3銘柄で消費が全然足りていないので、今回採用するのは消費 ×3 というようなやり方はあまり日経新聞社はしてきません。どちらかというとサプライズが大好きです。ということで各業種の中でまだ日経平均に採用されていない銘柄のうち流動性の順位が高いものというのを順番に抽出してきますと、こちらになります。最も有力視される消費の業種に入っている銘柄、この中で流動性の順位が最も高いのはメルカリということで、今回の入れ替えで一番選ばれそうなのはメルカリなんですけれども、一番右側のインパクトの日数ご覧いただきますと 5.3 日ということで、価格の歪みという意味ではあまり発生しないかもしれません。採用されたからといって需給という意味ではあまり上昇の力にはならなそうということですね。だったら2つ目のニトリホールディングス、あるいは3つ目の ZOZO、 このあたりはインパクトの日数がそれぞれ33日20日分とかなり大きくなっていますので、9月末にかけて買いの需要がかなり膨らんでくるんではないかと、こちらにかける方が期待値としては効率がいいかもしれません。ただ先ほども申し上げた通り入れ替え3銘柄をすべて同じ業種にしてくるというのはあまり過去見られないと
というかそこまで柔軟に入れ替えを行ってきていれば、現状の各業種銘柄の株足があそこまで偏ることはなかったでしょう。ということで3銘柄とはいえ、他の業種でも銘柄が採用される可能性は残されています。まずは技術、レーザーテックやソシオネクストなど個人投資家の間で話題になっている銘柄がかなり入っていますが、一番右側のインパクトの日数としては全然ないですね。今回の入れ替えイベントでの株価の歪みという意味ではあまり面白くない銘柄たちかと思います。次に金融という業種では一番上 SBI が最有力となっていますけれども、インパクトの日数は15日、それなりに大きく動きそうです。ただ流動性の順位が123位とそこまで高くないため、これを採用するんであればそれよりも他の業種含めて流動性順位が高い銘柄を選んだ方がいいと判断される可能性が高そうです。そして残りの3業種はこちら、上から順番に素材、資本財その他、運輸公共ですけれども、一番右側のインパクトの日数をご覧いただきますと、何の銘柄に関してももし選ばれるとなると、かなり大きなインパクトを伴うという数値になっています。ただ各業種の流動性順位最上位は、ユニチャームの97位、シマノの111位、SG ホールディングスの199位と、どれも飛び抜けて流動性の順位が高いというわけではない。このあたりをどう判断するかが難しいですね。先ほどご覧いただいた技術の中にはかなり流動性順位が高い2桁の銘柄がいくつか入っていましたので、この順位ですと少し確率が下がってくるかと予想されます。今度は除外の候補ですけれども、こちらは今構成されている225銘柄の中で流動性の順位が低いものから順番に並べ替えを行ったものです。順当にいけば順位の低いものから順番に三井 E&S、 日本板ガラス、松井証券というふうに3銘柄選ばれそうですが、この中で最もインパクトが大きそうなのは3番目の松井証券、32日分となっています。日経平均に連動する機関投資家がかなり松井証券を買い支えていたため、除外を決定されると大きく株価が押し下げられそうということですね。ただ順当に流動性順位で選ぶとは限りませんので、ご覧いただいている下位のリストたちの中で理想の業種から超過している業種に属している銘柄は要注意です。4番目の宝ホールディングスに関してはインパクトかなり大きいですが、消費ということでなんとか免れればいいなという状況ですね。さて今回は3つの指数の入れ替えについて7月、8月、9月と順番にご紹介しましたけれども、まとめますと、まずトピックスに関しては7月末そこまで大きな面白みはない。一方で10月の再評価に関しては小型株に追い風が吹いてくる可能性があると、こちらのデータ分析はまた後ほど動画でご紹介したいと思います。2番目の MSCI ジャパンに関しては最有力買いは全勝ですが、売りの複数銘柄に関しても影響が大きそう。3つ目日経平均に関しては採用一番手はメルカリですが、インパクトとしてはニトリホールディングスやZOZOの方が魅力ありですけれども、こちらのイベントは発表が9月の上旬ということで、予想の更新なども含めて来月にかけて追いかけていきたいテーマかと思います。また動画でもご紹介したいと思いますので、指数の入れ替えイベントによる機関投資家の動き、需給の歪みが気になる方は高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。